こんにちは、指一本で弾けるウクレレ、今回は、コンドルは飛んでいくの続編という感じで、指2本で弾いちゃおうというね、2本というか指1本でもいけるんだけど、2つ弦を使って弾いてみようというね、試みです。次の段階みたいな感じですね。じゃあちょっと弾いてみますね。いきます。最初は同じ。こんな感じのアレンジはいかがでしょうか。コンドルは飛んでいくのね、前回の動画では、1弦だけを弾いていたんですけれど、ところによって2弦も使ってます。基本的に、2弦も加えてやってます。でもそのまず1本で1弦だけでメロディーが弾けたら、ほぼねこの隣の2弦同じフレットを弾くっていう感じなんですよね。だから正派してもいいし、力が入んないでね、僕は薬指と小指でやっちゃいますけど、1弦は最初はここ弦1本ずつでしかメロディーが弾けないので、じゃないですか。ここからもうトゥ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 というね、ここはね、ここだけちょっと隣り合わせじゃない、隣り合わせにしてもいいんだけどね、ちょっとメジャーセブンという音になってしまうのでね、ちょっと違うかなって感じがするんですけ ど、でも自由にできます。こんなんで、という感じでも構わないんですけどね、ちょっとなんかメジャーセブンの雰囲気じゃないので、7フレットではなく8フレットを2弦使ってみました。でも7フレットでもちょっとアンニュイな感じで、良いんじゃないかと思います。そうなので、この指2本っていうか2つ弦を使うっていう奏法はほぼシとファの部分だけ、ここだけなんですよね。あとはもうこの隣り合わせのところで不協和音にならないので、1弦と2弦の同じフレットはもう使っちゃってください。合わせて、そうすると、コード理論は関係なく、ハモって1弦のメロディーが引き立つようになります。はい、ちょっとしたコツでございました。コンドルは飛んでいくで、ちょっとやってみました。はい、指一本の動画からまず見てみてくださいね。ありがとうございました。